航空機火災を起こしておりますので、上のメインターレット、放水状態で走行しております。今、自衛の図で、まず自分の下の方に行った水際対象、今、バンパーターレット、メインターレットで、航空機の火災をまず消していきます。メインの一番大きいターレットについては射程距離約 80m が飛ぶことができます。現在ストレート一番射程が出る放水容量で放水しておりました。
のチェック中、マイクのチェック中。放水訓練展示につきましては、予定通り2時45分ですので、あと10分後に開始をいたします。しばらくの間お待ちください。中入っとこうか、あの時刻で戻ってこようか、その間にグリーンバスを見る。Thank you.